テウボ・ヘンリマティアス・テラバイネンは、フィンランド出身のアイスホッケー選手。ナショナルホッケーリーグのカロライナ・ハリケーンズに、所属している。2012年の NHL エントリードラフトの一巡目、全体の18位で、シカゴ・ブラックホークスから指名を受けた。フィンランドのアイスホッケーチーム、ヨケリトの、ユースチーム出身。2011年10月に17歳の若さでリーガの、 公式戦に初出場を果たし、プロデビューした。リーガでのルーキーシーズンでは40試合に出場し、同シーズンの最優秀新人賞を受賞している。2012年6月の NHL ドラフトで全体の第18位でシカゴブラックホークスから指名された。SM リーガでの2年目となる2012から13、シーズンは44試合に出場31ポイントを記録。 シーズン終了後の8月、ブラックホークスとのエントリーレベルの3年契約にサイン。ブラックホークスのトレーニングキャンプに参加したが、翌シーズンは余計人でプレーすることを選択した。2014年3月、フィンランド国内でのリーグ戦を終えて渡米。3月25日にブラックホークスの一員として初出場を果たし、これが NHL デビュー戦となった。 翌シーズンの2015年1月16日には、ウィニペグジェッツとの試合で NHL での初ゴールを記録。この2014から15シーズンは、スタンレーカップのファイナルに進出し、優勝を果たした。2016年6月15日、シカゴブラックホークス、カロライナハリケーンズ、ニューヨークレンジャーズの間で、三角トレードが成立し、ハリケーンズへの移籍が決まった。 2019年1月には、ハリケーンズとの契約延長に合意、新たに5年契約でサインした。父は、司会。弟のエーローテラバイネンは、北米ジュニアリーグでプレーする、アイスホッケー選手。妹のサトもアイスホッケー選手で、フィンランド国内のナイステンリーガに所属している。ありがとうございます。